ヨゼフです。今日のタイトルはですね、35歳で京都大学に法学部に合格ということで、少し私自身のことについて説明してみたいと思います。英語とか数学に関する、問題のですね、解説を少し動画配信してみましたが、これよくよく考えてみると、とても怪しい人がやっていると、そういうような印象が否めません。で、そこで私自身のことを説明しつつ、どのようにして35歳の時に京都大学の法学部に合格したのかというのをですね、何回かの動画に分けて説明してみたいと思います。もう映ってしまってますので、顔を出して映ってしまってますので、私がかなり年を取っているということはもう分かっていただけると思うんですが、私が生まれたのは1955年ですね。昭和の時代ですが、昭和30年生まれです。で、京都大学に合格したのは1990年、平成2年なんですけれども、当時私35歳でした。で、そうですね。実際に1990年ですね、どのように受験をして、どのように対策を立てて合格したのかというのもとても重要なんですけれども、それをお知りになりたい方も多いと思うんですけれども、私の小学校、中学校、高校時代についてもですね、少し説明してみたいと思います。はい、それではですね、まず小学校時代について説明をしたいと思うんですが、ごくごく普通の地元の公立の小学校で勉強していました。で、1年生と2年生の2学期までの成績で言いますと、平均よりは上。当時も5段階で小学生の成績をついていたんですが、3と4と5が、同じずつぐらいある。8教科だったと思います。5は2個ぐらいだったと思いますね。でも5だけじゃなくて4もあって、もちろん3もあって、普通の、ちょっと勉強できなくはないんですが、そんな得意というほどの生徒ではありませんでした。ところでですね、小学校2年生の3学期、実はもう1月に早々の話なんですけれども、転校してしまいまして、親の仕事の関係で転校しました。で、転校先の小学校がですね、使っていた教科書が違いまして、転校前の小学校と。ですから、かなり遠いところまで引っ越して転校したんですね。すると、それからですね、学校の勉強がなかなか大変になってしまいました。自分の中ではそんなに分かっていないという自覚なかったんですが、実際の成績で言いますと、ほぼオール3ですね。その時の成績をまだ手元に残してありますが、音楽だけが4で、それ以外すべて3になってしまいました。おかしいなと。算数とか理科とか比較的好きで、一生懸命勉強していたつもりだったんですけれども、実際に学校ですよですね、小テストの点数悪かったということだと思います。ですから、転校生、最初ね、どの程度できるか、新しい担任の先生もいろいろ考えていただいたと思うんですけれども、現実問題として平均点そこそこしか取れないから、具体的にはもう3つけるしかないということになったと思うんです。で、3年生に進級しまして、実は小学校3年生の2学期にまた転校するんですね。また親の仕事の関係なんですが。で、最初に小学校1年生入学した学校とはまた別の学校で、だから2回同じ年の1月と10月に転校しました。で、10月に転校してするとですね、また教科書が変わるんですね。で、同じ年に、学年で言うと2年生と3年生だったんですが、実際には同じ年に2回転校して、教科書の内容が変わる、
ほとんどもう私にとっては限界を越してしまうような状況でした。もう学校の授業がわからない。2回目の転校の後は本当にわからなくなってしまいましたね。ですから、その時ももう成績はまた同じです。オール3に、音楽は4。で、3年生、まあ平均的な感じで過ごしました。4年生も実は全然成績良くなかったです。で、やっと、まあ、3つ目の小学校で落ち着いてきて、小学校5年生と6年生の時はですね、少し成績は持ち直しまして、最初に戻っただけですけどね、5も4も3もあるという、普通の、私の感覚としては普通の成績に戻った感じです。ただ、家でですね、真面目に勉強していたかっていうと、正直していません。特にですね、国語は嫌いで、漢字の書き取り練習はとても嫌なの。で、毎日のように熱心な担任の先生方はですね、漢字テスト、小テストとかをしていただくんですが、で、他のクラスの友達はみんな練習してましたが、私はそれをするのが嫌で、今も漢字は不得意です。ですから漢字が不得意ということで、国語も少し不得意という感じになってしまってましたね。小学生時代は。ただ、小学校5年生からですね、算数に関しては、ちょっとこれはあまりにもよろしくないと、自覚症状ありましたので、本気でやろうと思って、3年生、4年生のあたりの内容をですね、復習するということではなかったんですが、ちょっと、本気でやらないと、もう算数わからなくなってしまいそうだと思う時期がありまして、5年生、6年生に関しては、算数はかなり熱心に取り組んでいました。と言って、家で一生懸命練習するという、そういうレベルではありません。授業中に真面目に聞いて、あと担任先生の方針で、先々、ね、自分で勝手に教科書の先の方に進んで、問題解いても構いません。むしろ頑張って先の方の問題解いてしまいなさいという先生だったので、よし、じゃあ分かった。できるだけもう最後まで自分で突破してしまおうと。それとても楽しいことだったので、小学校5年生、6年生に関してはですね、算数をとても一生懸命やっていました。小学校時代のですね、過ごし方の説明の補足なんですが、時々私は人から質問を受けることがありまして、小学校時代に本をたくさん読んでいましたか？将来的に、ちょっと難しい大学を目指そうと思うだったら、小学校時代から本はたくさん読むべきですか？そういう意味で質問を受けることがあるんですけれども、私の場合はほとんど読んでいません。環境が問題だったと思うんですね。家の中にですね、子供が読むような本がほとんどなかったんです。もちろん小学校に行けば図書室もありますし、そこで本を読むこともあったんですけれども、自分からですね、本が好きだから休み時間とかに図書室に行って本を読もうとかっていう、そういう発想は一切ありませんでした。じゃあ何を読んでいたのかというと、お小遣い、月決めでもらってましたから、最初のうちは、小学校のですね、低学年の頃は、今もなくなったと思うんですけれども、小学館から出ていた、小学何年生という月刊雑誌を読むのが楽しみでした。で、途中からですね、漫画、雑誌、週刊漫画雑誌をですね、買っていくのに楽しみが移っていったんですね。そうですね。小学校5年生と6年生の頃は、ひたすら週刊漫画雑誌を読んでいました。今もまだあるんですが、週刊少年サンデーと週刊少年マガジン、その2冊を必ず買って読むというのが、活字というんで言えば、すべてなんですね。とても熱心に。もちろん私だけではなくて、
その当時の小学生の楽しみの一つとして週刊少年漫画雑誌サンデーマガジンを一生懸命読んでいました。少し話が元に戻るんですが、小学校5年生、6年生の時は算数の勉強を少し真剣にやっていましたって言いましたけれども、算数のですね、問題を解くときに、文章題というのがありますが、文章題実は得意でした。ですから文章題の文章を読んで意味がわからないっていうことは一切なかったですね。で、別に中学受験をしたわけではありませんので、全くそういう環境になかったので、もちろん同じ小学校からですね、中高一貫の、学校を目指して勉強している人もいましたし、実際に受かって、そっちの私立の方に行った知り合いの人もいるんですけれども、私自身はですね、全くそういう環境になかったので、考えもしていませんでした。ただ一冊だけ、小学校6年生の時なんですが、文章題の、算数の文章題の問題集をたまたま買うことがありまして、でそれは熱心に取り組みました。ですから、いわゆる旅人算とか、仕事算とか、流水算とか、一通りは全て知っていましたね。たった一冊なんですけれども、一応ずっと一通りは載っている。ただ、レベル的にはですね、とても低いので、その問題集で勉強したからといってですね、中学入試問題の文章題が解けるという意味では全然ないんですけれども、かろうじて、文章題、どのようなものがあるかというのは、一応知っていたっていう程度ですね。さて、続いてですね、中学生の時のお話をしようと思うのですが、中学に入学する直前に、ちょっと考えることがありまして、中学生になったら、毎日真面目に勉強しようと、心に決めていました。で、具体的に何をするかっていうのはもちろん学校に行ってから決まることなんですが、私の中で、とりあえず、漫画とは縁を切ろうと思ったんですね。それまで毎週毎週2冊ずつ買っていた週刊雑誌はもう今後一切買わない。実際にはですね、そんないきなり漫画読まないっていうのは厳しい話だったので、本屋さんに行ってちょっとだけ立ち読みしたりすることもありましたけれども、基本的には毎週買っていた週刊漫画雑誌はもう買わない。実際に買っていません。大学生になった頃にですね、雑誌ではなくて単行本で漫画をまた読み始めることはありましたが、中学3年間、高校3年間、あと浪人してましたから、合計7年間、漫画とはほとんど接触しないという生活でした。今思い出すとあまりいいことではありませんよ。もちろんそれをしないと、とてもじゃないけれども、遅れていた自分の学力をですね、挽回して、まともな高校、まともな大学に行くのは難しいと、実はよく分かっていたので、とりあえず漫画とは決別というふうに決めておりました。さて、ここからですね、中学校時代の勉強の様子について説明したいと思うのですが、入学前からですね、中学生になったら英語の勉強は真面目にしようと、というふうに心に決めていました。で、具体的にはですね、宿題があるとかないとか、塾にも行ってましたが、塾に行くとか行かないとか、一切関係なく、必ず毎日英語の勉強はしていました。当時住んでいたのはですね、かなり田舎だったので、もう吸収できるものはですね、少ないんですよね。本屋さんに行っても、中学生向けの参考書とか問題集、あることはあるんですけど、なかなか種類が少なくて、で、学校で使ってた教科書はですね、完璧に覚えるっていう風な取り組みでした。特に中学1年生と2年生の英語の教科書はほぼ完璧に
覚えたっていうふうな記憶ですね。それと、そうです。小学校時代に漢字の書き取りをサボってしまっていたので、せめて英語のですね、単語の練習は真面目にやろうと。ですから、教科書に出てくる英語に関しては、中学校1年生と2年生なんですけれども、本文の内容、文法的な理解、単語すべて完璧にこなすのが目標で、ほぼ完璧にこなしたつもりです。続いてですね、中学生の時の数学についても少し説明したいと思いますが、私はそれまで習い事を一切したことなかったんですが、中学1年生の春から、英語と数学を教えていただける、家から近い塾に入ることになりまして、そこの先生がですね、その塾の先生、個人経営だったんですけれども、数学はとてもお得意な先生で、その先生に週に1回90分習うだけで、学校で習う数学をすべて先取り学習できるというレベルでした。とても厳しい塾だったんですけれども、私はなんとかその塾のペースにもついていって、塾からもですね、塾で一応練習するけれども、自分で一つ別の問題集を自分で勝手に買ってきて、問題練習たくさんしなさいと、そういう指示だったので、その指示にも、おとなしくって言いますか、まともに答えるように。だから塾でやる教材以外に自分でまた問題集を買ってきて、塾でやるたびごとにその同じ単元をですね、自分で復習を兼ねて問題練習するというのを、これも真剣に取り組んでいました。ですから、中学1年生、2年生の段階で、英語と数学はかなり得意でしたね。学校の定期考査、定期テスト、公立中学で、田舎の公立中学なので、レベルとても低いんですけれども、英語も数学も、最低でも90点以上で、クラスでトップ、45人ぐらいいましたが、クラスでトップ、で、1学年9クラスありまして、400人ぐらいいたんですけども、そうですね、大体10番前後にはつけていたと思います。いろんなテストがありますが、大体10番前後、400人中10番前後ですね。だから10番を切って9番とか8番になったら今回やったなっていうことで、11番とか12番にちょっと後退すると、次は頑張ってもう一度10番以内に入ろうと、そういうぐらいのレベルで、もう本当に全ての時間はですね、勉強に費やするという、そういう生活でした。はい、中学1年生、2年生の頃のお話をしていますが、中学2年生になった頃ですね、1年間かなり真面目に勉強を続けてきたんですけれども、なかなかそれ以上成績が伸びないんですね。で、中学2年生になってさらに頑張って勉強しようというふうに決意しまして、当時ですね、学期ごとにですね、業者のテストが行われてました。実力試験という試験なんですが、それもズバリ400人中何番というふうに席次が出てしまいますので、私はだから400人中10番前後をうろうろしてたんですが、これでなんとか1番を取ってやろうというふうに2年生になった頃決意しまして、1年生の時よりもさらに、特に英語と数学なんですが、英語と数学の勉強を頑張ってしました。その業者テストっていうのは実は9教科すべてあるんですね。ですから英語と数学だけ頑張ったところで、成績が上がるとは限らないんですけれども、とりあえず英語と数学だけは、その業者のテストでまず満点を目指そうと思って頑張って勉強を続けていました。で、やり始めて、そうですね、中学1年生から遡って、頑張って勉強して、結果が出たのはですね、中学2年生の10月頃ですね、やっとですね、400人いた中の1番になることができました。あまりにもですね、頑張り続けてきたので、その1番を取った時にちょっと気が抜けてしまいまして、
その後また成績低迷してしまうんですけれども、とりあえず1番になったから、この後はまたちょっと違うやり方で勉強を進めようかなっていうふうに、そこからいろいろ考えることがありましたね。今まではひたすら1番になることだけが目標だったんですが、もう少し先の方ことをですね、考えて違う勉強を始めようっていうふうに、中学2年生の後半はですね、いろいろ考え始めていました。ですね、中学1年生に戻って、読書について、本のことについて少し説明したいと思うんですが、漫画雑誌とかはですね、もう買わなくなって読まなくなったんですけれども、代わりにですね、もう今はないと思うんですが、大文社から出ていた中1時代っていう、まあ、中2時代もあるんですが、月刊学習雑誌というのを買ってまして、その学習雑誌はまた熟読していました。今考えてもとてもいい雑誌だったと思うんですけども、勉強の仕方そのものについてとても詳しい説明がありまして、まあ、小学校時代もですね、どのようにすれば勉強がうまく進むのかっていうことはあまり考えたことがなかったんですが、その学習雑誌、月刊雑誌を読むことによってですね、一通りのことは分かるようになりました。例えば勉強を始めるとき、どうやってまず集中して取り掛かるかっていう、そういうテクニックについても詳しく書いてありまして、まあ、いろんなことを試して、まあ、自分にとってどういう手順で勉強に取り組めば、その日うまくできるかっていうようなことも真剣に考えていました。あと同時にですね、中学生になった後はですね、本を読もうと。小学校時代ですね、あまりにも本読んでいなかったっていうのを自分でも分かっていましたので、中学生になったら本を読もう。でも自分でお金を出して買うんじゃなくて、中学校の図書室に行ってですね、本来ならば小学生が読むような本がそこにたくさんあったんですね。ルビが全部振ってあるような本なんですけれども。ちょっとどんなのを読んだのかっていろいろ読んだんですけれども、簡単に読めるような短い本、短い内容の本で、例えばシャーロック・ホームズ、コナン・ドイルが書いているシャーロック・ホームズがですね、もうほぼすべて小学生でも読めるような形で本になっていました。漢字が弱い私ですから、そのルビがついている本はとてもありがたかったんですね。読み方のついている本ですけれど。ですから、例えばそれを2日に1冊のペースで読むというふうに決めてまして、シャーロック・ホームズはすべて読み終わる。で、次また別に、それもまた多分小学生向けの本なんですね。漢字にルビが振ってありましたから。じゃあ今日からはこのシリーズを全部読むっていうふうに、シリーズもので出ている、おそらく小学生向けの本をですね、探して片っ端から読むというのを続けておりました。それはですね、いつ読むかっていうと、まあ、2日に1冊ぐらいのペースで借りてきて、その日の勉強が終わった後、まあ、寝るまでの楽しみとして読んでいました。ですから、テレビを一生懸命見るっていうのはあまりなかったですね。今日の勉強はここまで絶対したい。で、寝るまでの間に、その借りて、学校の図書室から借りてきた本を読むということで、習慣になって、それはそれでとても楽しいことでしたね。小学校時代なぜこの楽しみにそんなに気がつかなかったのかということで、ハマってしまいました。さてですね、中学2年生は今振り返っても充実した1年間だったんですけれども、中学2年生の最後、3月頃にですね、当時読んでいた学習雑誌、中2時代という学習雑誌の付録にですね、中学2年生でも解ける高校入試問題という問題集がおまけでついていたんです。で、英数国だったと思うんですけれども。で、まあその問題集ちょっとやってみるとですね、数学はほとんど解けたんですが、英語で何箇所も間違ってしまうんですね。で、自分の中では、数学以外、英語もですね、真面目に勉強してきたのに、何が悪かったのか。で、確かに中学2年生で習ったはずのことが高校入試問題に出ていて、でも私は間違ってしまうんですね。ちょっとショックでしたね。本当にショックでした。
で、これはどうしたらいいのか。数学はこのまま、そのまま続けていけばですね、多分大丈夫だと思ったんですが、英語はなんとかもう一度勉強し直さなければいけない。で、それまででも十分に勉強してたと思ったんですけれども、中学1年生と2年生の内容をすべて総復習しようっていうふうに春休みになった頃にも決意したんですね。具体的に何をしたかと言いますと、中学1年生と2年生の教科書を出してきて、そこに載っていた単語とか熟語、すべて単語カードに作り直しました。で、作り直した後、すべて覚える。これとても有効でしたね。英語が今不得意な人は、おそらく中学1年生とか2年生の段階で習ったはずのことが実際には身についていないんだと思います。で、私自身も自分では得意だと思っていた英語が高校入試問題を解こうと思うと解けなかったのでショックでした。ですからもう一度徹底的にですね、中学1年生と2年生の内容を復習しようと思って、でもこれ覚えるしかないっていうふうに考えて、単語と熟語をですね、すべて完璧に覚え直そうということで、春休みはひたすらその単語カードを作っていました。まあ、作るのが半分勉強で、まあ、作り終わってからもちゃんとしましたけれども、作っているうちに覚えますよね。皆さん、単語とか熟語をどうやって覚えてますか？私のおすすめは単語カードなんですが。さて、続いてですね、中学3年生になった頃のですね、勉強について説明したいと思うのですが、英語はですね、ちょっと困ったことになってしまいました。文部省の検定済みの教科書、いくつかあったと思うんですが、私は中学1年生と2年生の時には、ニューホライズンっていう教科書だったんですね。で、私にとって相性はとても良く、新しい科に入った時には、キーセンテンスについてはこういうふうにしようとか、単語熟語についてはこうしようとか、予習の段階ではこうしようとか、もうすべて決めてあったんですね。ところが中学3年生になると、ニューホライズンはもう なくなりまして、ニュープリンスという、別の教科書に変わってしまったんです。で、まあ、大した差ではなかったのかもしれませんけれども、もう教科書だけで練習している、勉強している私にとってはですね、教科書自体の種類が変わってしまうっていうのは、とても難しいことで、もうなかなか予習うまくできなくなってしまいました。というのもですね、中学3年生の教科書の中に、進出単語ではないのに知らない単語が出てきてしまうんですよね。だからニューホライズンだったらもう1年から2年に上がるときもニューホライズンつながりなんですが、完璧に覚えてますから知らない単語は絶対ないんですよ。進出単語さえ確認すればもう全ての単語は分かったことになるんですが、教科書の種類自体が変わってしまったので進出単語は分かってもそれ以外のですね、ちょっと気がついていない単語についてはですね、どうやって勉強していいのかよくわからない。まあ、塾にも行ってたんですけど、そんな細かいところまで指導はありませんので、ちょっと単語についてはとても困った状況になってしまいました。そこで、これを何とか解消しなければいけないというふうに私思いまして、ちょっと違う方法で英語の勉強をし始めるんですね。今から考えると、とてもいい方法だったんですが、ちょっと突拍子もない変わった方法でした。中学3年生のですね、英語の教科書がもう変わってしまったので、もう教科書中心のですね、英語の勉強はもう嫌になってしまったんですね。じゃあどうしようかって迷ったんですが、本屋さんに行ってですね、英語の本をですね、少し買ってみました。中学生向けの問題集とか参考書ではありませんよ。社会人が英会話の勉強するような本をちょっと買ってみたり、高校生が買うような参考書をちょっと買ってみたり、その何冊かこう並べて、まあ、もちろん中学3年生ですから、なかなかそんなの全部自分ですることはできないんですが、将来的に、まあ、高校生になったらどんな勉強をするのか、ちょっとかじってみる。
さらに社会人で英語を勉強している人はどんな勉強をしているのかというのをちょっとかじってみたんですね。で、まあ、それはちょっと楽しいことで、それまで教科書中心の勉強でしたから、ちょっと楽しい勉強でした。で、ちょっと楽しんだ後、やはり、英語の力は単語の力。あ、そうです。その言葉は中学3年生の時の、中学校の英語の先生の口癖のような言葉で、英語の力は単語の力。で、私はそれまでのですね、単語、真面目に勉強してました。で、2年間分の教科書の内容をすべてカードに取ったり、単語カードに取ったりしてましたけれども、もっと一生懸命単語に取り組まなければいけないというふうに分かってきたので、よし、いっそのこと、辞書を端から端まで読もうと、こういうふうに決意したんですね。と言って、本当に全部読むんじゃなくって、辞書の A のところから Z のところまで全部目を通して知っている単語がどの程度あるかというのを調べることにしたんです。さて、中学3年生になって辞書をですね、端から端まで目を通してみようというふうに決意したんですけれども、最初からですね、本当に A、B、C の順ではですね、飽きてしまうので、なかなか続かないと思って、とりあえず、中学1年生と2年生の教科書に出てきた単語を、その辞書で、まあ、三省堂から出ていた、クラウンっていう赤い表紙の、辞書だったんですけども、その辞書は実は高校生になってからもずっと使うので、これ高校生になって本格的に使う前に、中学生の内容をですね、全部チェックしておこうと。今考えてもとてもいい方法だったと思うんですが。ということで、中学1年生と2年生の教科書に出てきた単語、熟語を全てまず調べました。で、それまでですね、英語の勉強といっても、自分で辞書を調べること、辞書で調べることあまりなかったので、知っているつもりの単語も全て引いてみる。で、そこにまあ紙の辞書ですから、印をするんですね。で、中にはですね、意味がたくさん載っている単語もありますが、基本的な単語ってだいたい意味が20個、30個載っていることも珍しくないんですけど、自分が実際に習った意味はどれなのかというのを調べていって、そこに印をするんですね。それはすぐ終わったんですが。で、まあ、高校生向きとかですね、一般社会人向けの教材もちょっとだけかじっていたので、その中に出てきた単語もとりあえずチェックしました。でもまあ、それでも背伸びした勉強もそこでおしまいなんですが、その後、もう一度 A に戻ってきて、ABC の A に戻ってきて、今度は本気でですね、見出し語を全部見ていくんです。見出し語を全部見ていきます。で、カタカナ英語として知っている、ね、すでに知っている単語は、本来英語ではどのように書くのか、どのような意味があるのか、というのを中心に全部調べていく。で、目標はですね、すべてのページのにチェックを入れる。どれか一つ、最低限一つ、すべてのページにですね、印をつけるというのが目標でした。ですから、あるページにはですね、なかなか知っている単語がないんですが、もう仕方がない。このページの単語のどれか一つは、最低限覚えることにしようっていうふうな決意で、なんとか自分が覚えられそうな単語をですね、探し出すという、そういう作業ですね。実際にはですね、そんな苦労してませんよ。例えば、思わぬ出来事、ハプニングというね、外来語ありますが、あれをずっと読んできてですね、あ、ハプンの動名詞形がハプニングなんだっていうふうな、新発見というの、発見するような、ちょっと楽しい作業でしたね。これはちょっと時間が余った時に、まあ、学校でですね、休み時間なんかにもですね、ちょっとした楽しみとして取り組んでいました。まあ、他のクラスのですね、他の人たちは、高校受験に役立つような単語集、で、高校受験によく出る単語集というような参考書で勉強していたと思うんですが、そういう記憶なんですが、私はそういう単語集一切使ったことはありません。ひたすら自分の辞書で、面白そうな単語を調べていくという、そういう興味が湧くことじゃないと続かない。だからこの単語は高校入試によく出るから覚えましょうって言われて単語集見て、まあ、覚えられる人もいると思うんですが、私は少し難しいなと感じていたので、いわゆる単語集は買っていません。
この英和辞典に、ね、目を通すという取り組みはですね、とても時間かかってしまいまして、まあ、半分遊びでもあるので、そんな一生懸命いついつまでにしなければいけないという、そういう目標があったわけではないんですが、中学3年生の12月頃にはやっと終わりましたね。で、自分がチェックを入れたですね、各ページに必ず線が入っている、アンダーライン引いているような事象を眺めて、とても満足に感じたっていう、そういう記憶があります。その事象をですね、高校生になっても使っていまして、だから知らない単語を引くときに、あ、この単語は実は中学校の時にチェックしたんだっていうふうな、それがまたとても有効でして、そうですね、大学受験の頃にはまた単語力について少し力を入れて勉強しなければいけない時期もありましたけれども、高校1年2年3年生、そうですね、前半ぐらいまでは単語でそんな困ったことはないです。だから単語熟語で困ってるっていう人、真剣に覚えてないと思うんですけどね。で、どちらが効率的かというと、私のやり方はそんな効率的ではないんですけれども、少なくとも自分が興味深く思うことを優先してやってますから、まあ、覚えやすさというと私の方が簡単だったと思うんです。ですから受験に関係のない言葉もたくさん覚えてしまいましたけれども、それは長い目で見れば別に無駄ではありませんので、もし今、この中学生ぐらいの人がこの動画を見ていて、英語の単語とか熟語どうやって覚えていいんだろうっていうんだったら、まあ辞書を一冊、これは紙の辞書がおすすめなんですが、一冊買ってきて、自分が今まで習ったことのある熟語とか単語全部チェックして、その後ですね、まだ習っていないけれども面白そうな単語をですね、ひたすら探していくというゲーム感覚で取り組めば、ちょっと時間はかかりますが絶対効果出ます。効果抜群だと思っていますが、いかがでしょう。さて続いてですね、中学3年生の時の数学の勉強の仕方について説明したいと思います。3年生の1学期はですね、とても順調に進みまして、で、まあ、それはなぜ順調かっていうと、当時通っていた塾の先生の教え方がとてもお上手だったので、その塾で勉強している限りですね、極端に言うと、学校の授業は一切聞かなくても、まあ、学校の定期テストで、まあ、90点は確実に、まあ、運が良ければ満点取れるという、そういうレベルでした。で、あと、まあ、当時はですね、学校で、中学校で模擬試験も受けることができたんですが、何回かは数学で満点を取っていました。で、まあ、これはいろんなテクニックがあって、模擬試験の前日にですね、明日出そうな問題は何かっていうのを私は当てるのが実は得意だったんですね。そういう問題集を持ってました。それ難問集みたいな問題集を持っていて、明日の、模擬試験の範囲は何か、まあ、二次関数出るのか、じゃあ二次関数の難問と呼ばれる問題はどのようなものがあるかというのを解くのではなくて、前の日に難問について目を通してしまうんです。これが結構当たってしまうんですね。次の日受けに行きますと、あ、昨日見たのとほぼ同じタイプの問題が難問として出てる。で、それに他の人は全部時間がかかってしまうんですが、私はやり方を前の日にもう見てますから、あっという間に解けてしまうんですね。まあ、こういうからくりがあって、模擬試験で数学は何回も満点取ったことがあります。はい、中学時代のですね、数学については、まあ、模擬試験で満点取るぐらい得意だったって言いましたけれども、言いましたけど、実は失敗が始まりかけていたんですね。夏休み期間中にですね、当時私が通っていた塾は、なぜかお休みになっていたんです。今からは考えられないと思うんですけども、本来中学3年生の夏休みですよ。普通の授業プラス夏期講習があるというのが普通だと思うんですが、そこの塾の先生は、なぜか夏休み、8月なんですけれども、1ヶ月間もお休むから。で、自分で勝手にやっておきなさい。で、中学3年生に対しても、1ヶ月間もお休んでおきなさい。で、そういう指導だったんです。で、まあ、家にいて、別に、まあ、マイペースで勉強してもよかったんですけども、親がですね、じゃあ、塾が休みなんだったら、夏期講習にでも行ってみますか。
でちょっと離れた場所に、そうですね、30分以上かけて、通うことになりまして、これが実は私の数学が不得意になるきっかけになってしまうんですけども、当時ですね、冷房の設備がありません。で、大学の教室を借りて出版社が主催する夏期講習だったんですけど、もともとそんな体力あるタイプではなくて、まあもちろん不健康ではなかったですが、一学期の勉強終わってほっこりして、でもやっぱり家にいるよりは行った方がいいかなっていうことで夏期講習に行って、何日目かに私も倒れてしまったんですね。今でいう熱中症なんですが、熱中症っていうのはいくつかレベルがありまして、私はその時の診断はですね、熱射病でしたね。日射病というのはよく聞いてたんですが、熱射病。ですから、夏期講習の教室内でもう体温調節が効かなくなって、倒れそうになってしまったんです。で、すぐですね、救急車でも呼んでもらったらよかったんですが、私家に帰ろうと思いまして、途中でやっぱりもう疲れてしまって、家に電話して、母親にですね、車で迎えに来てもらったんですが、まあ、その時にもう母親が私の顔を見るなり、あ、もうダメだと。救急車呼ぼうってことで、そこから救急搬送されて、もう8月いっぱい、もう寝て過ごしました。でもう勉強してるところの話じゃないんですね。体力回復するかどうか、2学期から中学校に行けるかどうかっていう、瀬戸際ぐらいまで体力を落としてしまいました。さて、中学3年生のですね、9月2学期になって、まあ、学校にはですね、かろうじて通うことができました。水曜日と土曜日にですね、まあ、水曜日早引きさせていただいて、土曜日の午後、週に2回医者に通っていましたけれども、まあ、根本的な治療はなかなかもう難しい。体力が極端に落ちただけなので、なんとか体力回復するような、あれは治療になるんでしょうかね。まあ、とりあえず、週に2回ほどは体力回復するための、いろんな工夫を親もいろいろ考えてくれてしてたんですけれども。で、学校の授業はもうそんなに熱心に聞いてませんでしたので、まあ、休むこともありましたし、あまりいいことではないんですけれども、眠ってしまうこともありまして。で、家に帰ってきてですね、まあ、一学期までのようにですね、ちょっと勉強しようと思っても、なかなかもう力入らないんですね。で、寝ても眠くて、まあ、体力回復しなくて。あと一番困ったのは、はっと気がつくと鼻血が出てしまう。それもさーっという話になって、ドロッとした鼻血が出てしまって、本当に勉強どころではなくなってしまいました。でもまあ、勉強してましたけれど。で、特にですね、中学3年生の2学期、何が一番難しかったかというと、実は塾の勉強が難しくなってしまったんですね。中学3年生の2学期ですから、まあそろそろ難しい問題もしますし、とても厳しい塾だったので、予習していかなければいけない、ね。予習とか宿題ですよね。で、私はそれまで、その塾の中でもかなりいい成績だったので、もう完璧にこなしてました。でももう体力がなくなってしまって、それを完璧にこなすことがもうできなくなってしまったんですね。で、ちょっと塾に行くのがもう大変になってきてしまって。でも、あまり深く考えもせずですね、その塾辞めてしまったんですね。10月頃だったと思うんですが。で、高校入試までの間はですね、もうそれまでの勉強の蓄積がありますから、なんとか続けて勉強することができたんですけれども、数学の勉強の仕方自体がですね、あらかじめ塾で詳しく教えてもらって、その後自分で練習するという、そういうペースだったんです。ですから、高校生になってから、もうその塾実は高校生向けのクラスもあって、高校生向けのクラスは数学だけだったんですけれども、とてもレベル高くて、中学に比べてももっとレベル高くて、そこの塾に行き続けると、まあ、京都大学とかに合格可能と言われていたぐらい、とてもレベルの高い塾なんですね。
でも私は中学3年生の10月頃にですね、もう諦めてしまったんです。でその後そんな将来的な見通しあまり立ってなかったので、まあ、とりあえず週に2回塾に行くのがなくなればですね、家でのんびりできると。でマイペースでやるしかもう間に合わない。高校受験のことを考えるともうマイペースで、まあ、疲れたらちょっと眠る、で元気な時にひたすら勉強するという、そういうちょっと変則的な勉強じゃないともう間に合わない、まあ、それはそれでその時の判断としては間違っていなかったと思うんですけれども、高校入学した後の数学の勉強に関してはその時大幅に、もう間違った方に舵を切ってしまいました。今でもとても後悔していますけれどもね。本来ならば、まあ、塾の先生に事情を詳しく説明して、休み休み来たい、塾にも休み休み来たいし、塾の課題もなかなかこなせそうにないんですけれども、そこはちょっと多めに見てくださいっていうふうな交渉を続して塾に行き続けた方が良かったんですが、そういう知恵はなかったのでもうやめてしまったんですね。今考えても残念至極です。さて中学時代の勉強って言いますと、最後は高校入試のことになるんですけれども、当時はですね、学校で模擬試験も受けていました。業者の模擬試験を。で中学1年生2年生の時にはですね、1学年400人の中で何番とかっていうのが出てたんですが、中学3年生になってからはですね、他の中学とも同じようにこう試験をしまして、合計700人中何番っていうふうに順位がついていたように思います。正直言いまして、中学3年生の時にはですね、調子のいい時もあったんですが、順位を落とすこともありまして、あまりいい成績ではありませんでした。で特にもう9月10月はですね、健康第一ということになってしまっていて、でもなんとかそこからまた挽回して、12月、まあ最後の最後、11月ですかね、最後の最後抜けた模擬試験、これは5教科だったんですけれども、まあ9教科の試験に比べれば私にとっては有利なんですけれども、5教科の試験、模擬試験を受けて700人中多分6番だったと思うんですね。これを400人に換算すれば、まあ3番ぐらいには、そんな計算になってますかね、700人中6番、400人だったら3番、ちょっと苦しい、計算ですけれども、まあ、400人中1番を取ったことから考えるとですね、だいぶ成績を落としてしまいましたけれども、まあ、なんとか、そこそこの成績で中学校のですね、模擬試験は終了。で、実際に受けるのは2月なんですけれども、実は12月の段階で、受ける予定の高校に呼ばれて面接のようなものに行きました。ちょっと今はそんなことないと思うんですが、もうそんなことしたらダメだと思うんですけどね。でも私の当時は12月の段階で学校の担任の先生、私の母親の3人で、その学校に呼ばれて行きまして、まあ、中学の先生からは、まあ、2学期の成績出た後になったんですが、5段階評価で高校です。で、学校でやっていた模擬試験の成績も多分持っていただいてたと思うんですけど、高校なんです。で、実際にもちろん入試はあるんですが、本気でその高校に、行きますかっていうのは意思確認と、もし、入試の時のですね、点数が良ければ、ちょっと優遇しますというふうなお話をですね、多分中学校の先生とその相手方の高校の先生とでしていただいたんだと思うんですよね。今もあると思うんですけれども、中学時代でですね、スポーツが飛び抜けてできる生徒はですね、まあ、私の高校だったらスポーツ推薦ということで入学できると思いますし、もうさらに飛び抜けてできる、中学生はですね、特待生として高校から呼んでもらえると、そういう仕組みがあると思いますが、で私の場合は勉強できたら、まあ、勉強として特待生として受け入れると、そういう約束を
まあ、私が直接したんじゃないんですけれども、中学校の3年生の時の担任の先生と、その相手方のですね、高校の先生との間で、多分していただいたと思うんです。ですから、その時点で多分もう合格はほぼ確実だったんですけれども、だから入試当日、高校入試当日はですね、特待生になれるかどうかという、そういう試験だった。まあ、はっきりそういうふうに言われたわけではないんですけれども、そういうニュアンスで、担任先生からも言われて、あとは頑張って当日、点数たくさん取るようにというふうな励ましを受けたような記憶があります。で、どこに行ったかっていうのを言わないといけないんですが、京都のですね、洛南高校っていうところなんです。洛南高校って言ってしまうとですね、今現在の洛南高校をイメージする方が多くて、ああ、そうだったのか。洛南だったら35歳で京大の法学部に受かっても全く不思議ではありませんよね。もともと勉強できたんでしょう。みたいなことを言われてしまうんですけれども、私に関しては違いますし、当時の洛南と今の洛南は全く違う高校だと思った方がいいぐらい、当時はレベルが低かったです。まあ、そのことはですね、まあ、別の動画で、高校時代についてはですね、別の動画で説明させていただきたいと思います。ということで、この動画に関しては、まあ、小学校と中学校の時に、まあ、英語とか数学をですね、どのような感じで勉強していたのか、あと成績はどの程度だったのかっていうのが、参考になればいいなと思って、とりあえずこれでもうおしまいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。